全面広告車の7015地鉄色の7017、旧都職を維持する7018富山地方鉄道、7000系電車は、富山地方鉄道の富山機動線で使用される、路面電車車両。2020年現在10両が運用中である、東京都電8000型をモデルとしており、日本車両製造で1957年から1965年に、かけて22両が製造された。 塗装はグリーンとベージュのツートンカラーであったが、8000系の登場に伴い、7018以外は、それに準じた新塗装色に塗り替えられている。また屋上に電飾広告が取り付けられた車両があり、全面広告車も多く存在している。車内はロングシート。定員は製造年次によって異なり、 7001から7003.7005から7011が85人、7012以降は90人となっている。駆動方式は釣りがっかり式で、関節自動制御方式の抵抗制御である。製造年により、台車が異なり、7001から7003.7005から7011は、車輪の内側にフレームを持つ珍しい構造の N-102 を履いていた。 しかし騒音、振動が大きいため早期廃車対象に選ばれ、1993年までに廃車となった。1969年にワンマン化、1970年に列車無線の取り付けがなされた。1984年には7020.7021が冷房化され、それを皮切りに1989年までの間に順次冷房化が進められ、現在は 在籍前車両が冷房車となっている。冷房化にあたっては屋根上に三菱製のユニットクーラーを搭載し、車内天井に冷風ダクトを通した上で、合わせて蛍光灯をカバーなしの20ワットのものに変更した。また、当時北日本放送の全面広告車だった7015は2005年6月2日から、 地上デジタルテレビ放送の受信デモのためテレビが搭載されたが2008年7月に撤去されている。2014年には7022がレトロ電車として改造された。これは2013年に富山機動線が100周年を迎えたことを記念して登場したもので外装は上半分クリーム、下半分グリーンメタリックの塗装となった。車内は 床や椅子を木製として暖かみを演出し、シート前には木製のテーブルも設置した。車内照明は旧型電車がかつて実際に使用していたものを取り付けた。車内外のデザインは未踏会寺。2014年1月27日から運行を開始し、2020年現在は休日に固定ダイヤで運行されている。常述の通り、 7001から7011は、騒音、振動が大きいため優先的に廃車されていった。路線の縮小により7001から7003.70057006が、長期急車の後に1983年1984年廃車となり、冷房化が困難であることと8000系の登場で7007から7011も1993年に廃車された。 その後しばらく廃車はなかったが、残る車両も超低床の新型式 T100 型に順次、代替する方針であり、2010年に7014、2018年に7013が廃車となった。ありがとうございます。